んにちは。私たちは東京よさこいチーム3のメンバーからなる謎のファンタジー集団ぬっこさんです。ファンタジー集団、ひたすらにふざけて楽しむエンターテインメント。今回はこの季節にぴったりのお歌を皆さんにお届けしちゃうよ。後半にはなんとぬっこたちと一緒に踊るコーナーだってあるよ。なんだって。さあさあ、皆の衆、千葉中央公園を最高に盛り上げようぞ。ということでぬっこさんです。よろしくお願いします。石焼き芋、どんな時もあなたに会えたことが嬉しくて、石焼き芋、どんな時も温まるのは体だけじゃない。さつまいもタイムっていつ始まりますか？あと5秒で始まるよ。わあすごい、楽しみだ。この瞬間を待っていました。さつまいも、さつまいも、さつまいも、たまらない。来年も楽しみにしています。これ私のせい。さつまいも、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 さつまいも。それでは改めまして、私たちぬっこさんです。皆様こんばんは。はい、さつまいも、
り上げていきたいです。私の息子が息子です。息子が出てきました。ぬっこさんはなんでぬっこさんをやろうと。ぬっこさんなんでぬっこさんをやろうって。なんでぬっこさんをやろうって。近いですね。思ったぬっこが好きだから。よく分かってらっしゃるの最高でした。結構ゼロ近いですよね、これ結構。7% ぐらい見えてます。7%ぐらい。鶴田の綺麗なも素晴らしい余興でした。素晴らしい。お芋がまだ。いいんですか、これ。お芋いただいていきますね。はい、ぬこさんの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、うちの息子も大好き、ね、芋も猫も大好きなんですよ。はい、なんですみません、ありがとうございます。ありがとうございます。大喜び、大喜び。ありがとうございました。じゃあマイクもらっちゃいますね。もうこんな、こんなにうちの息子を楽しませてくれても優勝、優勝、ずるい、優勝あげたい。僕が審査員だったら優勝あげたい。